男女の川藤さんは、茨城県筑波郡、菅間村出身の元大相撲力士。本名は、坂田智次郎。1903年9月17日に、茨城県筑波郡、菅間村で農家を営む一家に三男として生まれる。もともとは、屋根の修理屋で働いていたが、ある時修理中の屋根を踏み抜いてしまい、その力の強さに驚いた周囲の勧めで、 地元の相撲大会に出場すると、いきなり優勝してしまった。そのまま、筑波軍大会、茨城県大会でも優勝し、自信を持って、力士を志すようになった。そんなある日、偶然、茨城県へ巡業に来ていた阿久津川光一郎を、訪ねて、入門を志願するものの、最初は、厳しい稽古の話に終始したため諦めて戻るが、 力士を目指す気持ちが全く揺るがなかったために4度、訪問して、ようやく入門を許可された。当初は、富士が寝部屋に入門する予定だったが、1923年9月1日の関東大震災によって、部屋が消失したため、同じ一門の本家である高砂部屋に入門した。彫名は、出身地である、茨城県筑波郡と、百人一種でもおなじみである、筑。 バネの峰よりおつる皆の側から男女の川とも次郎とした。1924年1月場所で初土俵を踏むと負け越し知らずで1927年1月場所には新十両昇進。1928年1月場所で新入幕を果たした。1929年5月場所には浅潮友とも次郎と改名した。当時、 朝潮と同じく体格の良いではが、学文次郎や共に将来の大関横綱として並び称された武蔵三部との取り組みは非常に人気があり、このためだけに両国国技館が18年ぶりに満員札止めになったこともあった。さらに武蔵三部との取り組みは松内時三部によって実況中継され大変な人気となった。 優勝同点も数回記録する順調な出世だったが、大関を目前とした1931年5月場所の直前に右膝関節炎を患い無念の休場となる。1932年1月6日には天竜三郎を首謀とした春十円事件が勃発し、朝潮も日本相撲協会を一時脱退した。 教会を脱退したことに激怒した高砂は、朝潮の名を剥奪して仕込めは、男女の川に戻され、所属部屋も、佐渡が学部屋へ転属となった。この頃、落ちてはいけない、登れと言われたことで、下の名前は友次郎から、父さんと改めた。男女の川は1933年1月場所に、幕内閣で起算するが、この時の番付は別番付、いわゆる、 別席で地位が明記されていなかったため、無冠の帝王と言われたが、この場所を11戦全勝で優勝する。この好成績が認められて、翌場所に小結へ昇進すると、1934年1月場所には、関分けで9勝2敗の好成績によって2度目の優勝、大関に昇進した。 新大関で迎えた1934年5月場所は5勝6敗と、負け越したものの、それ以降は好成績を上げ、1936年5月場所で横綱に昇進した。しかしその後は、春秋炎事件前に痛めた、関節炎の影響で強弱の差が激しく、横綱時代は、双葉山定時に全く歯が立たなかった。小手投げを得意としたが、 その割に、体全体で行わず手先だけで行っていたため、軽く負けてしまうこともあった。この有様さまに見かねた、立山峰上門が助言しようとしていたが一切聞く、耳を持たなかったことで、もしきちんと聞いて修正したら長く活躍できたと思われる。1938年5月場所千秋楽では、武蔵山と対戦するが、 両者とも横綱でありながら6勝を6敗同士で、勝ち越しと負け越しをかけた一番という対戦となった。男女の川はこれに敗れて、解禁負け越しという不名誉な記録を作ってしまうが、この時のショックからか気候が目立つようになり、ラットさんを運転して、場所入りしたり、選挙区悪化による燃料統制で運転できなくなると自転車で、場所入りしたり、早稲田大学の長高生となった。 1941年5月場所2日目には、新入幕だった宗見山又五郎との対戦で敗れ、1942年1月場所を最後に引退した。男女の川脇さん後、勝敗など、無関係、一番強いのはわしだと周囲に言っていた。さすがに、双葉山さらが横綱に昇進すると、このような発言はなくなったが、今度は逆に。 双葉を強くしたのはわしだというようになった。確かに男女の川は若い頃の双葉山にとって重要な稽古相手だったことは否めないが、少なくとも69連勝を達成して戦前を代表する大横綱となった双葉山定治に対して幕内最高優勝がわずか2回、さらに解禁負け越しも記録し、現役時代末期には東西製、 第2期の取り組み編成に助けられて、平幕に桁台の力士との対戦が組まれたことでやっと、2桁白星にこぎつけた男女の川の発言は、信憑性に欠ける。引退後は一大同士より制度で、年寄り、男女の川を襲名して日本相撲協会理事にまで、就任したが、自宅の庭に開墾した、農園経営に熱中して協会に関心が、なくなってから、 理事会に出席もせず、理事を辞任、協会自体も1945年6月場所を最後に廃業した。廃業後は、農園経営の傍ら、中島飛行機会社の青年学校の教官を務め、その後日本勤労大衆党から第22回衆議院議員総選挙に出馬するも落選、その後行われた第24回衆議院議員総選挙にも出馬して落選した。 二度の落選で、農園、貯金の大半を失い、サラリーマンから、保険外公員、土建業、金融業、私立探偵も務めたが、私立探偵といっても、身長193センチメートルの巨体だったゆえに、微行も、ままならず、即座に廃業した。1953年時点では、西村金融緑町支店に勤務していたが倒産。 このように仕事が長続きしないことから間もなく、妻子に捨てられてしまい、一人暮らしを始めた。その後千代田生命保険、第二死者死者長補となった矢先に、脳卒中で倒れた。すぐに知人によって発見されて、一命を取り留めたものの、杖なしでは、歩くことも、ままならないほど衰弱したため、東京、法野の養老院、直和園に入所した。しかし、 男女の川が、養老院へ入所したことだけで新聞種になるなど、不遇な晩年を過ごした。雑誌のインタビューで男女の川は、記者に、酒を飲む金もなくてね、と弱音を吐いていたところ、その記者が一生瓶を差し出すと、満面の笑みを見せたほどである。あまりの境遇に、1965年には、時津風や高砂の提案で日本相撲協会が、 募金によって援助したことさえあるが、その金も選挙に立候補する資金を作ろうとして、協定で負け、手元には1円も残らなかった。1968年12月25日には、時津風の相撲協会奏が、倉前国技館で行われて、男女の川も散列したが、前述のように、脳卒中で倒れて、以降は、歩行時に杖が欠かさなくなったため、 杖をついてふらふらに歩き、色あせた継ぎはぎだらけの模服で参列した、大きな男女の川に、その場に居合わせたものは哀れみを覚えたという。1963年には官暦を迎えたが、脳卒中で歩行すら困難な状況でもあったため、官暦土俵入りは実現できず、官暦土俵入りで用いられる、赤い綱を受け取ったかも不明である。裁判年は、武蔵村山市の 村三歳に引き取られ下足番をしていた。この料亭は、相撲ファンの一人が経営していた店で歩くのも、ままならない元横綱のために一肌脱いだもので、男女の川は、近くの社宅に住んで、店の発表着用し、終わりの住みかとして、生活を送っていたが、1971年1月20日に、脳出血のため、東京都内の病院で死去した。 67歳没。店の関係者が男女の川の自宅を訪れたところ、部屋の中で倒れていたという。男女の川の葬儀は、改装者が30人足らずという寂しさであった。この日は、くしくも後に、高野花孝二と共に、若高兄弟として爆発的な人気を呼び、自身も横綱へと昇進する、若野花マサルが生まれた日でもあった。 当時30代の長男がいたが、墓所は不明である。2020年秋、桜市内に住む、村3歳の元従業員宅から、スケッチブックやアルバム帳など、遺品数点が発見される。AB スモーレファレンス男女の川東さん、朝潮の嗜名は、高砂部屋に代々伝わる由緒ある、嗜名だが、男女の川が名乗った、朝潮を、歴代の、 朝潮に含めるかどうかは議論の分かれるところで、もし含むとしたら三代目である。ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、高砂部屋 P12、横綱時代の対二葉山定時戦は、通算0勝7敗と一度も勝てず、横綱同士の対戦で7連敗したのは、史上最多記録である。顕著な例は1940年夏場所である。当時平幕が、 東西20枚設けられていた中で15番中6番が平幕に桁台であった上、相手方の横綱二葉山、大関羽黒山が共に途中休場したこともあり、13日目にはこの場所の対戦相手として最低地位の東全東15枚目に位置する二瀬川正一と対戦した。しかもこの二瀬川は12日目まで5勝7敗の成績であり、 このような割が実現した背景には、東西性と合わせて施行されていた、系統別総当たり性が影響しており、同門に、幕内力士の多かった男女の川は、優遇を得た形となった。ABCDEFGH、下足番になった横綱、川端金目久氏小学館金額は、総額32万5千円であったが、時津風の寸氏は、それと別に10万円入っていた。 https://www.chibanippo.co.jp:/news:/national:/784779 復帰別席のため順位なし。ありがとうございます。